岸本正雄、岸本正雄、10月から1963年5月20日は、日本の内務、警察官僚。声優会計、感染県知事、唐太町長官。鳥取県出身。税理、岸本俊一の長男として生まれる。父の転勤のため、東北各県に居住。福島県立合図中学校を経て、第二高等学校を主席で卒業。 1906年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し北海道長続となる。以後、秋田県事務官、山形県事務官、警察部長、道県警察部長、滋賀県警察部長、福岡県警察部長、部長香川県内務部長、 関東庁刑務局長などを歴任。1922年10月、秋田県知事に就任。町村農業技術院、三枚検査院、農業補修学校教員の三者を一体化した、三職兼務制を実施し、合理的な農政推進を図った。1924年6月、山形県知事に転任。古作問題への対応に尽力。 同年12月に知事を辞職。1927年5月、岡山県知事に就任。道路改修10可燃継続事業、女学校など12校の県営移管などを推進し、県財政の悪化を招いた。1928年5月、広島県知事に転任。左翼思想の取締りを推進。1929年7月、知事を辞職。 1931年12月、カラフト町長官に就任するが、犬飼内閣の退陣により1932年7月に辞職し退官した。その後、天道市や山形市において農事開拓などを行い、独自の農業構想の実践に取り組んだ。ありがとうございます。